スマントリは、ニューギニア島のスディルマン山脈の西方にある、オセアニアの最高峰である、プンチャックジャヤの付属峰である。標高は4870メートルである。プンチャックジャヤ主峰の北東、約2キロメートルの位置にある。スマントリの北側は、カルテンツ3階の北壁となっており、山の東側と西側が巨大な崖になっている。かつては、山頂の南側が、 ノースウォールフィルーンと呼ばれる万年雪に覆われていたが、現在は東と西に分かれている。1973年まで、この山と現在のウンガプルがそれぞれがプルの北西方、南東方と呼ばれていた。1936年のカルステンツ探検では、この山は北壁の第二方と呼ばれた。ハインリヒハラーは、1962年に描かれた地図上で、 北西方をがプルとし、南東方をサンデーボンとした。ディック・アイザウッドは、1972年に両峰に登頂した時の記録で、ハラーの命名を踏襲し、現在のスマントリをウンガナポロ、現在のウンガプルをサンデーピークとした。1973年、インドネシア政府はウンガプル北西方の名前を、同年に職務中に47歳で亡くなった。 エネルギー鉱物資源大臣、スマントリ・ブロジョネゴロにちなみ、スマントリと解消した。ムガプルナン製法は、1936年に、オランダ隊によって初登頂された。北東法は、1962年2月に、ハインリヒ・ハラー、フィリップ・テンプル、ラッセル・キパックス、バート・ホイジンガによって初登頂されたが、これはプンチャックジャイアの初登頂よりも後だった。 高さ600メートルの北の崖は1971年9月27日にラインホルト・メスナーが単独で初登頂した。彼は同じ週にプンチャックジャイアへの第二島を果たしたところだった。1年後、レオ・マレー、ジャック・ベインズ、ディック・アイザウッドはウンガプルの両峰に登り、メスナーが北面に残していたペグを発見した。ニューギニア島中部の山々は、 インド・オーストラリアプレートと太平洋プレートが衝突し、沈み込みと隆気の両方をもたらしたことによって形成されている。このエリアの山の表面は石灰岩である。その結果、ピークの山頂ブロックが非常に圧的に見えるにも、かかわらず、実際には非常に簡単に這い登ることができる。んがプルナン東方から万年雪が溶けて消失したため、 現在、スマントリはプンチャックジャや北方の最高地点になっている。さらに、メレン氷河が完全に消失したため、プロミネンスは200メートルから350メートルに増加した。スマントリは、オセアニア第2の後方とみなされることがあり、その場合、セブンセカンドサミットのリストに入ることになる。ありがとうございます。